はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今回のお客様は長さは変えたくないけどちょっと軽やかに見せたいっていうオーダーで、顔周りにちょっとレイヤーを入れて動きを出すようなスタイルを作ってみました。顔周りをレイヤー入れたけどスタイリングができないっていう方ですね。この前でもコメントも結構いただいてたのでスタイリング動画を撮っていってますので、この顔周りを切ってねスタイリングどうしたらいいかわからないっていう方に関してはこの動画を見て参考にしてみてください。はい、それでは早速動画をどうぞ。この辺ちょっと切っちゃいますね、はい、じゃあちょっと切ったから、うん、あれですよね、やっぱ全然違いますよね、髪の質感は。うんうんうん、ね、前髪も少しぐらいですか、切るのは。じゃあ顔周りを切っちゃいます。このあたりぐらいで切っちゃいます、うん、まあ流れる感じで切っといていいですよね。はい、ちょっと表面も段差入れて、うん、ここから流して毛流れが出るように切っといても平気ですか。ここだけでもいいし、うんまあ、このまま自然に巻いてつなげちゃっても全然いい。ちょっとまとめるときに横下ろしといてもらえたら、うん、ここでもう完全に切っちゃってるんですね。本当に下ろしても大丈夫だよね。最後結構細くしときます。この髪の毛。多分その方が下ろしても別に下ろしてても普通にしてても全然問題ないと思う。ちょっと段差も入れたんで少しだけ軽くはなってるはずなので、うんうん、そんなに減らさないで良さそうだな、うん、ちょっと触ってみてください。柔らかいですよね、はい、こうやれば多分結構出そう、ね、出てると。まあ、下ろしといてもらって、普段は OK かな。ちょっと巻いてみていいですか。巻いた方が確かに可愛い。巻くのももうざっくりでいいんですけど、基本全部外巻きです。まあ、ちょっと短いところあるんですけど、まあ、ここもね、まあ、顔周りの多分一番短いところだけでもとりあえずいいと思うんですけど。これを本当に外に向かって回る、うん、まあ、もうちょっと待ってみたいな、うん、で、あとのこの髪の毛あるじゃないですか、うん、もう全部一緒に外に巻くだけです。今なんかこれがだいぶ主流ですからね、なってますよね、うん、こんな感じで表面に段差入れてるので、なんかそこの部分が巻けるとよっちょ可愛いです、はい、だからもう縦に全部取って巻いてあげるぐらいでいいかな。この辺がこう巻けてるんですね、うん、で毛先はなんかまあ後で外跳ねとか、うん、なんかそうすればなんか雰囲気は出るので、とりあえずなんか全部一緒くたにこうで表面がしっかり巻けれるように巻いておいてくれた、うん、なんかこれだけでちょっと雰囲気でもね、うんうん、顔周り切ったところは、うん、なんか先にこれだけ巻いた方がいいかもしれないですね、うん、顔周りが強く巻けすぎるとここが、うん、ちょっとだいぶ強めの雰囲気というか、うんうんうん、昔っぽくなりすぎるので、うん、軽くの方がいいですね、うん。本当にこのヘアスタイルめちゃくちゃやってる、うんうん、で毛先だけちょっとこう外に、うん、あそう跳ねさすぐらいで大丈夫かなと思う、うん、ちょっとこんな感じで、うんうん、一番最後にこうちょっとまとめて、うん、髪の毛をなんか柔らかくするんだったらミルクっぽいやつとかつけてる方がよくて、ちょっとね、オイルとかでも全然いいんですけど、いや、ちょっとだけ硬くなる、
かもしれない、髪の質感は。うん、オイルでも全然いいんですけど、うんうん、なんかちょっと柔らかくしたいのであれば、うん、ミルクとか、うん、ああいうやつの方がいいのを、うん、はい、って言いながら、うん、ちょっと優しいオイルいや、なんかミルクあったんですけど、うん、ちょっとベタついて見えるなと思って、はい、この毛流れが全体的に出てくるかなと思って、うん、どう、無理、そんな暗くなりすぎず、うんうん、綺麗に入っております、うん、この感じです、うん、これ全部段差なので、うん、表面の動き、うんうん、が出てるような感じで、顔周りの部分からちょっと毛流れが全体的にこう繋がってるような感じで切ってます。大丈夫ですか？はい、ということでこんな感じでやってみました。スタイリングをするっていう時に結構ね、難しく考えてる方もいらっしゃるんですけども、本当に巻き方はざっくりで大丈夫です。まず顔周りだったりとかを外巻きに巻いて、まあ、後ろに流れるような感じにしていただいて、全体的に全部巻きます。表面の部分ですねが外巻きに毛流れが出るような感じにして、で毛先の部分に関しては外羽だったりとかね、分かるこう跳ねるような感じにすると、シルエット的にはこうひし形っぽい感じのシルエットになります。そうしていくだけで今っぽいね、軽やかなヘアスタイルになりますので、ぜひ参考にしてみてください。概要欄にインスタグラムのリンク貼ってますので、そちらから DM いただいても大丈夫ですし、コメントもぜひお待ちしておりますのでよろしくお願いします。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。